日本製工所室蘭製作所は北海道室蘭市にある日本製工所及び日本製工所 M&E の工場。日本製工所の創業地であり、1907年に創業開始した。世界で唯一となる670トンの鋼貝を鍛錬することができる工場であり、14000トンのプレス機を2機保有している。大型の発電所で使用するローター軸。 タービン軸、天然ガスを輸送するクラッド交換や石油生成に使用する圧力容器などを製造することができるため、世界屈指の生産設備と技術力によりエネルギー産業を支えている。1911年に皇太子の視察に備えて、茶津山の麓に新築した和洋折中の迎賓館は皇太子により随尖閣と命名された。 1918年からは近代化により衰退していた日本島の製作技術向上と保存のために随船担当省を開設している。随船閣と旧発電所が経済産業省の近代化産業遺産や文化庁の日本遺産に認定されているほか、室蘭市の有形文化財や文化庁の日本遺産に国産第一号となる副容器エンジン、失礼号。 室蘭市の民族文化財に、随戦担当所の不意語が指定されている。1906年、鉄道国有法によって、北海道炭鉱鉄道から、業種転換した北海道炭鉱汽船は、夕張炭の納入をきっかけとする、呉海軍交渉との結びつきから、室蘭港に面する入り江を埋め立てて、製鉄所建設を計画した。ところが、兵器の製造を急務としていた政府は、 成功所建設を求めたため、翌年に日本国内初の民間兵器工場となる日本成功所を設立し、室蘭の海軍用地の対応を受けて工場を建設した。取締役会長には井上角五郎が就任した。そのため、日本成功所は軍事機密に深く関わっており、世界の四大民間兵器工場の一つとも、 称されるなど軍事面で重要な位置を占めていた。その中でも室蘭製作所は、戦艦長戸の手法、戦艦道の区の方針、戦艦大和の装甲板を製造するなど、戦争遂行に欠かせない工場になっていた。1942年に内閣総理大臣の東条秀樹が北海道視察の一環として室蘭製作所を訪れて、 従業員たちを激励したが、15年前に大日本帝国陸軍の不評中佐として工場を視察しようとした際には入港を拒否されたという。これは日本製工所が主に大日本帝国海軍の兵器を作っていたので陸軍には見せられないと判断したためである。陸軍、海軍からの発注が増え続けると工場は慢性的な人手不足に陥ったため国によって 市民を徴用し、子供も,も動員した。ありがとうございます。